はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで豊さんからご依頼です。はい、追いモザイクね。で、今日はこれで発送いたします。よいしょ。いや、ステンドグラス出ないなと思ったらケースでも出ないですね。やっぱ最近そうなってんだなというところですね。まあパニーさんもそのケースヒットの呪縛にね、まあなかなか脱却できないというか、まあ出ててもね出ないっていう人もまあ中には結構いるようなので、対応が難しいっつって前タントンさんが言ってまして、おいきなりシリアル青99だっけ、おイバン・ロドリゲスレジェンドですね、99だっけですね。まあ、トヨさんのその海外で見たケースね、ケースブレイクやってて、まあ、たまたま出なかったのかもしれないですけどね。まあ分かんないですけどね。まあでもケースで開けてるんで出ない。いや、eBay にも出品が、そのサインの枚数ね、出品枚数とステンドグラスの枚数が結構計算してみると全然違うなと思って、やっぱ出ないんですね、なかなかね。なるほどね、っていうところです。コファックスですね。で、ウードルフさん。これ誰だ。ピアソン小島くんとベッツ。まあ、最近そうやってるんですよね。もうケースヒットなんてもう死後に近いですよ。インサートに関してはね、パニーさんの。トップスさんなんてあの、ね、鼻で笑われました。店長、あ、サインですね。はい、タブラスさん、はい、サインがね、タブラステキサスだっけ、あ、そうですね。はいね、ちゃんとこう丁寧に書いてる。オンカードだとね結構大きめに書いてるんですけど、コレアだ。まあ、心の中でそのカードをケースヒットっていうのは全然いいんですよ。ね。それをこう、前振り入れとかないと、赤。マイズだ。はい。赤マイズ。初めて見た人とかはね、お、それってケース1で出てくるんだっていう解釈になっちゃうんですよね。ほんと、人間です。ステンドグラス見たいですけどね。今年のバスケの製品とかもかなりね、今までケース1枚で入ってたのかなっていうやつが徐々にね入ってないのも多くて、ただ出るとき3枚ぐらいカブーン出てみたいな、そういう商品もダウンタウンがね出たりとかありましたからね。お、カールソン、はい、カールソンいいんじゃないですか。いや、パワーは多分まあ飛距離で言ったら彼今年のルーキー1じゃないですか、多分。はい、まあ打率もちょっとフラフラしてましたけど、まあ結果的に安定してたかなという感じがします。ダルビッシュ、あ、そうだ、ボービッシュのベースだ。あ、見てなかったな、あまり。ボービッシュが出てなかった、でも出てなかったような気がしたな。はい。で、パープルだ。あ、ダズ・キャメロンですね。デトロイトのルーキーです。49。はい。まあ、だいたい99と49が、まあ、だいたい1枚ずつぐらい、まあシリアル1枚の場合もありますけど、だいたい1枚ずつぐらいって考えると100、まあ48枚、148枚の
やっぱり樹脂入りはケースで1枚か2枚ぐらい、確率論上は重なるとあるかもしれないですけど、まあケース1で金いなくても普通っていうね、オッズですよね。はい、まっちゃん、ラファエルまっちゃん、お、タティス、そうだ、ボービスだよね。ちょっと待ってください。いたかな。スルーしてたら申し訳ないです。今回の PB は最大の目標はボービスのベースなんですよね。ベテランが200人出てないのかな。ゲレーロはね、何回か見ましたけど、あげれる親父か、あ出てないわちょっとさすがに当てたいですね。別だった、あ出た、あよかった、次のパックだったねあ出た出た出た、はい、防備してました。でルーキー、これサインかな、あレデンプションだ、はい、せーの、誰、デイビッド・ピーターソンはどこだっけな、デイビッド・ピーターソンどこだっけなはい、ルーキーのピッチャーだったっけ、デイビッド、サイン3枚出ました。アブレイユだね、ロバートとモリナ、うん、カールソン出たね。沢村当てたいですね。なんかリストにはいるんですよね。赤お兄さん、リゾ、リュウだ、ペレス、グリシャムか、グリシャムは出てますよね、ボービッシュだけだよ ね、 多分ね。有原さんで、シルバーのイヴァン・ロドリゲスとフリーランド、インサート2枚、よいしょ、はい、1泊目カールソンが来ました。ルーキーオブザイヤーもどうなんですかね、全然わかんないっすよ。あ、こっちもありがとうございます。どなたか確認してます。結構モザイクもね、あの新規のお客様とか結構まあ動画見て買おうかなって思われた方も、あ、青い、いやこれサービス製品ですよ、かなり。ん、バイス、バイズの青、救急ね、こうやって光物インサートマイズだな、ね、ルーキーカードしっかり入ってサイン3ですからね、なかなかないですよ。まあオプティックね、まあ、スペクトラ、あルイズ、かなりパニーニさんは内容はいいですね。あ、オースティン・マーティンだ、はい、トロントですね。はい、サイン来てますね、よいしょ、シカゴ色、はい、クロケット、クロックとクロケット、はい、クロケットさん、クロケットギャレットさんだね、はい、ちょっとあまり存じ上げませんがね、どうだったんですかね今年ね。セミエン、デビン・ウィリアムス、セミエン、トロントだ、そういえば追い上げすごかったですね、39、40いったっけ、40
2,3 行ったんだっけ最後。すごかったですよ本当。並びかけるんじゃないかと思う。でもやっぱりプレーオフ争いのところはね、なかなかこう、まあ敬遠もルールの一つですからね。いや店長も監督の立場だったら敬遠選びますよね正直な話、負けてプレーオフすらいけないってなったらね、それこそあれですから、勝負事ですから、ルールにのっとった勝負は当然ですね。はい、サイン2枚目。あ、トレバー・ロジャースいいですね、マイアミのピッチャーね。はい、トレバー・ロジャース初めて言ったかな多分、うん、大学時代からもかなりいい投手でしたんでね。大学、大卒だよね、高卒だったっけ。はい、かなり評判は良かったはずです。まあ評判で言ったらバンディとかバウアーとかそういうクラスなイメージですけどね。はい、ブライアン・アンダーソン、ボイット、ドミンゲス光ってますね。これ白いんで普通のモザイクシルバー。あとサインが1枚。ボービシが光ってくれれば最高です。あ、マイズですね。まあまあまあ。ジャック・モーリス。ダルベック。ダルベックね、ちょっと、うん。いや、でも、来年来たいですね。レッドソックスもいいとこまで行きましたけどね、うん、あとはドジャースが昨日勝ちましたんで、シャーザーとね、ビューラーが使えますからね。その点でどうなっていくかっすよね。はい、サイン3枚目。はい、ダニエル・ジョンソンさんですね。彼インディアンスだっけ。そうだね、クリーブランド。はい、ということで、まあピッチャー、珍しくピッチャーピッチャーでしたが、打者が出たし、まあ投手でもね、ロジャースだったら全然ありですね、うん、あと2パックです。ボビシ引かんないかな。オプジェクはさらっとね、ああ出たみたいな最後に出たっつってね、でしたけど、まあ人数がね多いですからね。あ、はい、そんなに奇跡は何回も起きないですね、はい、で話してたらあのバンディが来ましたね。なんかすごい汗っかきになっちゃってね、発汗はいいんですけど、どうなんだろう、疲れがすぐ来ちゃうのかな、どうなんですかね。暑さに苦手とか。ルーキー3枚。アルバレスだ、はい、店長ちょっとあの豊さんね、メールで分かってると思いますけど、アルバレス押してます、はい、ゴール。はい、ということで開け終わりました。いやー、やっぱりでもサイン3出るっていうのはすごいな。ここ最近ほんとないですよ。ほんとあのね、先日メールにも書いた通り、あの2000年代最後のドンラスの大放出それを放出させる入れ方ですよね。あの時もすごかったですよ、ほんとに。時は本当すごかったっす。まあ
日本だとね、やっぱりメジャーリーガーのサインカード、まあ、サイン自体が入手するのが、まあ、当時はまだ困難でしたから、カードのボックスでサインがそんなに出るんだったらつって、まあ結構うちもおろして売れましたけど、まあアメリカのコレクターからしたらなんかもうオジースミスバイナウ15ドルみたいな本当あの時はそんなんでしたよ。みたいな。それに引っ張られて運カード系もみんな下がっちゃって、まあちょうど円楼ショックとかあの辺りでね、まあリーマンショックの前ですけどね、まああの辺りか、ね、はい。いやでもそれぐらいですよ、この価格帯で3位3ですからね。はい、まあレデが1個出ちゃいましたけど、まあカールソンがねちゃんと現物、タベラスもそうだしね、ロジャースも出て、はい。であとはね、やっぱボービシのベースがね出てよかったです。まあ、シリアルも出たかなという感じですね。やっぱりまあちょっと放出系の製品なのかなって気はしますけどね。はい、じゃあ左、いつも通り左側店長で右お客様で、ちょっと待って、はい、リフレッシュしてで3回押します。2箱なんで2回戦ですね。1 2 3、11のワンペア、1 2 3、あ、3カード来ちゃう、はい、すいません、かぶせてしまいました。はい、2箱目分ですね。1 2 3、お、ジョーカー来ました。ストレート惜しかったけど、まあキングのワンペア来てますから、ノーハンドですね。はい、ってことで一緒ですね。クロマグフォーじゃあ一つねお付けしてお送りいたします。もう寒くなってきたんだね。自分もこうカーディガン出してきてますけどね、うん、はい、かなり北風でなんか、うん、体調的には崩しやすそうな北の風ですんで、暖かくしてね風邪ひかないように。はい、じゃあ、こちらで発送いたします。またよろしくお願いします。ありがとうございました。